はい、どうもリリースタイルのスタイルです。本日も FPS 初心者講座やっていきたいと思います。で本日はですね、音をしっかり聞こうということでやっていきたいと思います。で、ね、このゲームっていうか、まあ、FPS って結構実は音を聞くというのが大事っていうのはもう皆さんご存知だと思うんですが、とはいえですね、プレイに夢中になって結構足音を聞き逃してる方多いんじゃないかなと思います。で、もちろんね、例えばこの COD モバイルの場合はデッドサイレンスっていうようなパークをつけることによって足音をね、聞こえなくしたりすることができるんで、必ずしも足音が聞こえるわけではないんですけれども、まあ、ただ全員がね、デッドサイレンスつけてるわけではないですし、最近はアラートつけてる方とかも多くて足音聞こえる場面多いかと思いますので、最低限ね、やっぱり、足音が聞こえる場合にはその方向を注意するっていうのは心がけるっていうのは大事かなと思います。まあ、これはね、初心者の方でもそんなの知ってるわって思うかもしれないんですけども、改めて大事だってことをお話しさせていただきたいと思います。で、足音のね、音とかの細かい検証とかっていうのはね、いつか、まあ、リリースタイルでやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、今日は簡単に足音どんな感じで聞こえるのかって改めてね、この静かな環境で一回聞いていただければなと思います。はい、すいません、後取りで挿入させていただきたいんですけれども、足音があんまり聞こえないなっていう方は、ひょっとすると音声の設定の問題があるかもしれないので、まあ、説明だけさせていただきます。この設定画面の、音声グラフィックスを押していただくと、グラフィックスと音声っていうものが出てきます。で、これの音声の方をいただくと、各、音声のボリュームっていうのが調整できます。で、足音とかはですね、この上から3つ目の SFX ボリュームっていうところになりますので、こちらをこう、触っていただくと音声の調節ができます。なので、もしね、足音聞こえないよって方は、一旦この設定見ていただくと、ひょっとするとこのボリューム低くなってるかもしれませんので、一度チェックしてみてください。はい。では本編に戻りたいと思うんですが、ちょっと本編の方もですね、せっかく音を聞いてほしくて、やってるんですけども、ちょっと雑音とかがあって、聞き取りづらいかもしれないんですけども、ご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でこれ今真正面から敵が近づいてきてる時の足音ですね。こんな感じで距離によって若干聞こえ方ってのは違ってきますね。この辺まで来るともう少しだけですね。結構遠いところから聞こえてるんだなってのが分かるとかなと思います、ね、結構遠いですよね。でこの辺まで来るとだいぶ大きく聞こえてきますと。はい、で次後ろですね。後ろはこういう感じなんですけど、違うの分かります？なんか私もっと分かりやすいのかなと思ったんですけど、意外にちょっと分かりづらいんですよね。うん、ちょっと、あ、ちなみにこれがジャンプ音ですね。スライディングの音、まあ、このように聞き分けされてらっしゃると思うんですけど、これ前の音。後ろ。ですね。はい。次、左かな。まあ、左は比較的わかりやすいのかなと思いますね。なんとなく左の方から音が強く聞こえるので。わかりますかね。これが左です。これ右ですね。右。右です。はい。なので、まあ、ね、なかなかね、プレイ中に聞き分けるって難しいと思うので、よかったらこの動画で、一回目をつぶっていただいて、今これどっちなのかなってこう。音だけでどっちの方向が分かるようにちょっと試していただければ
少しでも役に立つのかなと思います。じゃあもう一回いきますね。これは前です。はい、次後ろです。右です。次、左です。はい、こんな感じでやっぱり音ってのは違ってくるっていうところですね。あともう一個はこれ建物内にいた時の足音なんですけど、はい、はい、こうやって同じこう建物の中にいるとちょっと足音響くんですよね、こうやって。なんでこれでもちょっとまあ敵の位置がある程度把握できる、まあこんだけ近かったらわかるんでしょうけど把握できますし、これ今上にいます、足音違いますよね。これ今階段登って、はい、これ上です。上にいる感じになってます。はい、これ今下です。歩く場所によっても音が違ったりとかするって感じですね。はい、どうですかねまあ皆さんね、全然普段から知ってらっしゃることだと思います。まあ特にね、上級者の方はこんな当たり前だろうって思うかもしれないんですけども、まああくまでこれ初心者講座でやらせていただいてます。で、初心者の方もね、音は聞いてるよっていう方いると思うんですけど、改めてねこうやって余裕を持って聞く機会って少ないと思いますので、ぜひね一回それでまあおさらいみたいな感じでね、使っていただければなと思います。はい、こんな感じでですね、まあどちらかというと初心者の方向け、まあ私が初心者なので、そういった方向けにためになるような動画も今後出していきたいと思いますので、またね、このチャンネル他にも検証などもいろいろやってますので、ぜひチャンネル登録して、お待ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日もご視聴ありがとうございました。